Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。5月21日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。なんかね、最近お腹がちょっと調子悪いとかって、ね、言ってましたけども、ようやく良くなりましてね、1ヶ月ぐらいかかって治るってことは、かなり老化が激しいのかなと思ってる滑り王子マスクマンでございます。はい、沖縄ね、梅雨なかなか入らないって思ってたらね、やっと今日入りましたけれども、入ったと思ったら宮古島大雨ですよね。大丈夫だったでしょうか。なんかスーパーもね、冠水して閉店してたとかいうので、なんか今年は異常気象とかあんまりないといいなと思ってる味噌煮込みスキーと、今日ですね、名古屋すごく暑くなりまして、何度ですか、30度近く、29度、うん、それぐらいまで上がったんですね、うん、で暑くてですね、エアコンをつけてたんですね、車の中なんですけども、やっぱりですね、慣れないんですよね、暑さに。ちょっと前、うん、ね、普通の30度超えでも夏は耐えれるんですけど、エアコンつけてもしんどいなと思ったダンサーズでございます。はい、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは調べる。今夜のテーマは調べるです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長し長田おやつと軽食の店夢や、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことならリーグラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、
小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋ツイキャスたくさんコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きさん、こんばんは。名古屋、名古屋で高坊さん、こんばんは。沖縄県と奄美諸島が梅雨入りしましたねということで、本当ですね、うん、ようやくずいぶん遅れてましたからね。で沖縄大好きさん、はてさて今日は何を調べよう。王子について調べるか、本で調べるか、ネットで調べるか、はてさてということで、今日のテーマ調べるということで、ありがとうございます。で、学生の頃はよく図書室で本を使って調べ物をしていましたということで、うん、そうですよね、昔は本当に本でしか調べられなかったので、うんうん、図書室よく行きましたけれども、そうだ ね、 ね、最近図書館も行ってないなということで、カープボーイさん、みそにこみしきさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんわんわん。みそにこみうどん屋さんって夏でもあるんだねっていう専門店があるんですねということで、そうですよ、みそにこみうどんは夏でも食べますよ。夏は結構冷房がガンガンにかかってて、うん、そうですね、ちゃんと快適に食べられます。はい、エスプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは。昔浮気調査知れた Y です。え、どういうこと？こう浮気調査されただね、うんうん、浮気調査された Y です。まあいろいろ怪しいんですかね。はい、沖縄大好きさん、今気づいた、左斜め下にヤンバルクイナが、そして今日の大雨でびしょ濡れになった沖縄大好きですということで、大丈夫でしょうかね、うん、風邪ひかないでくださいね。でヤンバルクイナ、そうなんです、うん、ツイキャスでご覧の皆様は、うん、気がついてるかどうか分かりませんけれども、はい、ヤンバルクイナのぬいぐるみちゃんがいます。はい、私が国神の道の駅で一目惚れして、うん、迎えた子です。はい、ですです。で、はい、沖縄大好き、うん、FM ギノワンで、はい、毎週土曜日、はい、25時ですね。はい、25時です。はい、25時から、うん、はい、番組されてますので、はい、ぜひお聞きいただければということと、はい、ね、大好きを語る番組ですけどね、うん、はい、はい、であと高坊さん、はい、もFM ギノワンで毎週土曜日、はい、午後4時から放送されてますので、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければと思います、はいはい。で高坊さんがダンサーズさんの唇が赤いのかと思ったって、そうですね、ちょうどヤンバルクイナのそうそうそう、あのカメラでね、するとちょうど唇の部分にね、ヤンバルクイナちゃんのくちばしがね、当たるというね、うん、で、ダンサーズさんと一体化してたヤンバルクイナっつって、うん、ちょっとペーターさんがね、うん、松本清張みたいでしたね。で、うん、ペーターさん、いつもコインありがとうございます。スイキャスが延長されます。はい、で、ペーターさんが王子の所業を調べるでか、調べるデカか。それそんなに皆さんあれなの？王子を調べたいの？いや、そこに問題があるから。そこに問題があるから。そこに問題がある。どういう行動をしてるかとか、そういうのが知りたいのかな。生態調査？これドキュメンタリーですね。そしたらね。カンポイさんが調べるといえば、危ないデカの取り調べ室でベンガルが演じていた人、名前何だったか忘れたけど、ずっと。ハケしか言わない、ハケハケしか言わない人が面白かったって。ああ、なんかもう刑事ドラマのイメージってそれですよね。なんかみんなが怒りや長介さんみたいな唇みたいになってるから、怒りや長介さんって。ああ。ね。
こんな感じかな。そんな感じと、そんな感じ。あの、一緒に画面に合わせなくて大丈夫ですよ。はい、はいはい、ではあの先週、うん、カメラのテーマでメールいただいておりましたので、もう いつ紹介します、はいはい。カメラ写りが気になるダンさんとみそさん、カメラ写りとなると老けて見えそうな王子さん、え老けて見える、お久しぶりです。お久しぶりです。大阪の沖縄にワンチュールです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今週は聞いてくださってますかね。うんうん、そしてさて、テーマがカメラということで、今年になってようやくミラーレス一眼キヤノン、EOS R8 っていうんですかね、これを購入、うんうん、しかもミラーレスとしては中級者向けの立派なもので、某家電量販店で標準と望遠のダブルレンズ込みで40万以上しました。いやー、このカメラで風景撮影はもちろんのこと、最近では激しい球技ともいえるラグビー、ジャパンラグビーリーグワンの試合も撮影しています。でも出来栄えはまだまだですかね。写真も同封しています。ということで写真も送ってくださっておりますが、写真が、すいません、その写真が見れなかったです、うん。あら、残念、写真がちょっと見れなかったそうです。はい、ね、いろいろ写真を添付してくださっていたようなんですけれどもね、あの撮影地がね、パロマ瑞穂ラグビー場ということでね、名古屋のね、ラグビー場で撮影した写真を送ってくださってました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそんな素晴らしいね、うん、あのカメラを持ってですね、はい、私がですね、うん、このパロマのラグビー場をさ、こうさまよい歩いてると、うん、絶対多分ね、あの違う、あの撮影だと思われちゃって、うん、違う撮影と思われると思う。で、あの出入り禁止になりますんで、あのよくさ、あの、チアガールのお姉さんとかいるじゃないですか、うん、そういう時ってね、はい、うん、まあ、間違いなく王子はそっち撮るんですけど、うんうん、それが見つかると出入り禁止になるっていうなんか思うんですけれども、うん、カメラって女性が持っていてもあんまりこう咎められないんですけど、うんうん、なぜか男性が持つとどうしてね、こう怪しまれるんですかね、うん、だからやっぱりね、偏見ですよね。でもそれって、うん、でも本当ね、スポーツ競技、特にあの陸上競技なんかだと、うん、こう女性ばっかりこうね、このブルマ姿っていうの、うん、をよく撮る人がいて、うん、多分そういう人がこうマークされてるんじゃないのかな。で、うん、ね、なんかどんな写真撮ってるのみたいな感じで見ると、うん、こう女性ばっかり撮ってるとか、うん、で、あのダンサーズのお友達なんですけども、やっぱりカメラの趣味の方がいて、なんかね、一人で撮影してるとすごく怪しまれるって言ってました、うん、なんかあれじゃあ職質受けたみたいな形。ああ、そうだったんですか、ね、うん、なんかね、うん、だからそういう可能性が今多分になりますよね。大変ですよね、やっぱりそういう、うん、そういう意味で、ね、あのちゃんとカメラを持ってても、うん、でそういうふうに疑われますん で、ね、で特にスマホで、持ってこうチラ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 やってると ね、特に怪しまれますよね。で、はい、22時12分王子卑猥な気持ちが表に出たで出たのでイエローカード1枚もらいました。あの、それ卑猥じゃないじゃないですか。ね、あの、はい、こうチアガールのお姉さんを、はい、取るっていう。イエローカード1枚いただきました。ありがとうございます。バーモントさんからです。こんばんは、ご無沙汰しております。メール送りました、汗ってなってます。ありがとうございます。紹介したいと思います、後ほどね。はい、じゃあメールお願いします。なんか今のショックだな。王子メールお願いします。はい、メールご紹介します。牛長の皆さん、こんばんは、牛の9人のバーバーです。ありがとうございます。テーマ調べるといえば、プロ野球選手や俳優女優さんの名前が沖縄の人っぽい名前だと沖縄の人かなとすぐに検索してしまいます。それとわからない言葉や料理のレシピ、電車の時刻を検索するのに本当に便利ですよね。ガラケーからスマホに変えた時、操作が難しいというのもあるし、文字が小さいということもあって、何度返そうと思ったことか。え、っていうことは何、あの、スマホを返してガラケーに戻そうと思ったこと。ああ、今でも 100% 使いこなせていませんが、スマホは本当に便利、もう手放せませんね、ということでございます。うん、まあ、そうだよね、いろんなこと調べるのには楽になりましたよ ね、そうそう、やっぱりもうね、何でもスマホで調べてしまいますよね。で、今あの
行き過ぎたの調べができますので、はい、行き過ぎた調べ、うん、行き過ぎたってなんですか。だってさ、はい、よく言うじゃないですか、うん、その子供さんが見てれば刺激が強いようなことも調べることができちゃうみたいなね、うんうんうん、なんかそれがね、なんていうのかな、ちっちゃい子たちでも見れるようなそういう、うん、検索っていうのかな、方法ができちゃうので、一応なんかあれフィルターかけることできるんですよね、うん、フィルターかければいいんじゃないですか、うんうん、でもね、聞くと結構それをやってらっしゃらない、親御さんがいらっしゃるみたいで、あ、うん、何でもかんでも見れちゃう。だからその、うん、言葉なんかでもよくいろんなことを小さい子供さんたちも知ってますね、うんうん、王子でもびっくりするような言葉をよく知ってる、ね、どうしてそんな言葉知ってるの、うん、みたいな。そうそう、あとあれですよ、スマホに仕掛ければいいですよ。仕掛けておいて、うん、まあ、フィルターもそうですし、うん、そういうサイトに行くと見れない、うんうんうん、王子のスマホにもそうした方がいいかな、うん、なんで？あ、でもね、今ってあれですよね、小さいお子さんなんて特にそうですけども、うん、YouTube とか TikTok 見るじゃないですか、うんうん、でそこの中でもね、やっぱり言葉っていうのは出てくるみたいですね、うんうん、だからその言葉を覚えてて、いいのか悪いのか分からなくてもその言葉を発しちゃうとかね。あ、そうですね、うん、親がドッキリっていうのはあるでしょうね、うん、だから、こんな言葉を知ってるのっていうね、うん、YouTube で言ってたみたいなね、うん、だからね、王子ね、びっくりしたのはね、うん、まあ、知り合いのね、幼稚園ぐらいのお子さんなんですけども、うん、はい、まあね、王子さんたちだとこうジャンパーとかね、はい、言うのかなと思ったら、うん、そのお子さんでこう上着って言うんですよね。そう、あ、だから結構ちゃんとした、なんていうの、大人が使うような言葉を知ってるなっていうような、ね、うん、なんか印象があったんですけど、まあ、今日上着忘れちゃったみたいな感じでね、うんうん、なんかジャンパーとかね、うん、そうやって言うのかなと思ったら、うん、あ、逆にそれはいい言葉でね、親が使わなくても、うん、こういうそういうので知るみたいな、うん、あ、なんかちゃんとしたそういう言葉は、ね、知ってらっしゃるなじゃないですけどね、うんうん、まあ、そういうこともありますし、いい方向にね、そういう使われ方するのにですけれどね、うん、ちょっとドッキリする、うん、だから逆のパターンもありますからね、うん、ですね、はい、で、カープボーイさんがツイキャスでダンサーズさんに質問で、はい、前言ったかどうか忘れたんですけど、うん、短波放送って何ですか、はい、ラジオの通信販売でこのラジオ短波放送も聞けますみたいなのがよくあるんですけど、 はい、あれって何ですかということで質問いただいております。ですね、単純に言いますと、はい、遠くまで電波が飛ぶ周波数帯があるラジオ放送です、はい、うん、簡単に言いますとね、簡単に言いますとね、はい、はい、でその、周波数と言われるところが聞けるラジオあります、うん、で、まあ、じゃあどこってなるんですけど、うん、まあ、海外も聞けますし、はい、国内でも遠いところ聞けたりというものがありますので、うん、それがいわゆる短波放送と言われます、うんうん、はい、でよく通販でラジオショッピングでね、うん、短波放送が聞けますよみたいな、うんうん、ね、紹介されてますよね、はい、普通のラジオでは短波放送は聞けないんですか。そうですね、聞けないですね、うん、いわゆる AM 放送と言われるやつとか、はい、FM 放送とか言われるやつもありますけども、うん、AM より上の周波数で FM より下の周波数なんですよね。なるほど、はい、うんうんうん、でバーモントさんが短波放送といえばラジオ日経ということで、あ、そうです、そうです、ね、昔のラジオ短波ですね、うん、ありますね、はい、はい、ではメールお願いします、うん、はい、はい、ご紹介します、はい、続いてですね、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、私は X で各番組のメッセージテーマを調べてこれは送れるテーマだったら送っています。あ、なんか送りやすいっていうあれかな、テーマがあったら送ってるということでね、毎日たくさんのラジオ番組に送っています。始めてから8年になりますということでございます。まあ、そうだよね、このテーマが自分がね送りやすいなというふうだとね、なんていうの、たくさん メールの文字の分もね長くなって、うん、どんどんね皆さんに伝えたくなっちゃうもんね。ですね、そうそう、ロンケン大好きさんね、なんかいろんな番組で幅広く私はラジオネーム聞きますよ。おうおう、そうなんです、うん、だからすごいですね、はい、うん、やっぱりそれだけたくさんの番組に送られてるってことですよね。うん、うん、私も聞いたことありますね。え、そうですよね、うん、たくさんで初めて8年ということで、うん、ねえ、8年投稿されてるのですごいですね。もうあれですね、もう重鎮、重鎮リスナー、重鎮リスナーですか、にありますね、うん、はい、ですね、ありがとうございます。はい、メールお願いします。メールの前にね、ツイキャスのね、何、こうカープ
ワーカーボーイさんが、うん、マスクマッサ、今どきブルマ型の陸上競技する人はいないんじゃないかバレーボールでも、多分短パンになってるでしょ、うん、っていうような、ね、あのツイキャスいただいてますけども、うん、あれはあれ今バレーボールってそうですかね、うんうん、そうかあんまり考えたことなかったけど、短パンっていうかね、パンなんていうんですかね、短パンか。でもあの陸上競技でさ、はい、あのこう長距離走る、はい、あ長距離じゃないか、うん、幅跳びとかね、高跳びの競技されてる方って、あれはブルマって言わないの？専用のパンツでしょ。専用パンツになってんだ。専用パンツですよ。あの王子ブルマでない、ブルマではないでしょ。王子見るとなんかフィットしてるブルマと思ってしょうがないんだけど。おだまり。うん。ずっとそういうあのイメージでね。ねブルマね、うん。おだまり。最近ね、まあ私たちの世代はブルマでしたけどね。うん、だからあの 今はダメなんですかね、やっぱり。あのフィットしてるけどあれはブルマって思ってましたけど。ね、ペーターさんが王子がカメラ持ってると怪しいでしょ。そういうことです。男性がカメラ持ってると警戒されるってことで、うん、うん、そうですよね。まあ王子が持ってたら特に怪しい。だから大体さ、こうね、いいカメラ持ってたよ、マスクしてね、うん、サングラスなんかかけてみなさいよ、うん、ね、絶対怪しまれるから、うん、怪しいですね。ね、で、あの沖縄大好きさんがね、はい、王子滑ってます、それセクハラです、ふざけるな、どこが今日何回出るかなっていうことでね、これ全部あれポン出しの中の種類をね、じゃあポン出し、じゃあ分かり聞きやすくしますね。じゃあはい、それセクハラですちょっとこの次のね、あのこう、はい、ペーターさんの、はい、うん、あのツイキャスのコメントちょっとミサちゃん読んでやだ、読まないですなんでじゃあこれきっとセクシーに読まなきゃいけないと思う、ね、だからね、王子ではちょっとダメだなと思ったから、うん、スルーしますうわスルーするの、皆さんありがとうございますやだやだ、あと秀樹金子さん、こんばんはということで、はい、こんばんは、はい、こんばんは、ありがとうございます、はい、で、そうそう、昔父親がタンパラジオ持ってましたってこと、沖縄大好きさん、あ、はい、うん、あ、で、カッポーイさん、すっきりしてありがとう、タンパ放送ずっと不思議だったってことで、うん、はい、そして先ほどのタンパ放送じゃないですかね、短パン放送ね、短パン放送だよ、はい、さっきから短パンやら短パン放送やら忙しいですね、はい、はいはい、あ、そうか、短パンから短パン放送の質問になったの、あれ どういうことなんだろうそれでカッポイさん質問したのか、だからみんなそういう想像がね、結構みんなそっちに行ってるんだよねまあラジオは想像ですから ね、はい、安さやかさん、コンビニシャドウシ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、めっちゃセクハラ感、ヤスさん、どこがめっちゃセクハラ感じゃあ、ね、先ほどね、本出しもありましたけれども、あ、そうですか、ね、リアルにツイキャスで参加してくださってますよ、ね、まあ、これから半分ぐらい時間まだありますけども、まあ、セクハラ感が、ね、もっと出ちゃうかもしれないですけどね、おだまり、これはでも自然体で出ちゃいますので、自然体でセクハラ感ってどういうこと、いやだからわからないもん、どこで出てるのかで、高尾さんがサングラス、マスク、カメラでレッドカードですよ、気をつけてねって、これでも王子だけじゃないですよね、そういう格好していらっしゃる方、うん、中年の、ね、おじさん方がやると、うん、結構警戒されるっていうね、うん、そんなパターンでしょうね、うん、ねえどうしたらいいの、どうしたらいいの本当に、でもどうしたらいいんですかね、ね、でもこうニュースで話題になってるのは、はい、おばあちゃんがこうカメラを持って、はい、なんかおばあちゃんカメラマンって言って、うん、なんかすごいニュースに取り上げられてるんですよ、うん、すごい、ね、何歳になってもこういう撮影したりすると、うん、なんかボケ防止になっていいみたいな、うん、ね、こういうのはニュースになるのに、うん、もうサングラスマスクカメラで男性が撮ると、うん、本当に逆のニュースになっちゃいますよね、うん、そうだよね、でも親御さんの場合どうするんだろうね、そういうお父さんなんかがね、うん、そういう格好して、ね、娘さんを撮ってるっていうさ、うん、それでもこう間違えられちゃう可能性があるってことですよね、娘さんを撮ってる、その撮ってるシチュエーションにもよりますよね、だからあ、それなんかありましたね、そういえば YouTube で見ました、何何どういうこと、例えば運動会とかさ、はい、競技会でね、うん、自分の娘を撮る、ね、写真撮るっていうのに、うん、そのような格好をして、うん、撮ってるお父さんいらっしゃると思うんですけど、うん、それでもちょっと怪しまれちゃうってことでしょうね、でもなんでしょうね、こうお父さんが撮ってると不思議とこう雰囲気がお父さんが撮ってる感が出るんじゃないですか、やっぱり、うん、あ、でもね、うん、
そういう専門にねこう女性を取る方ってこう、うん、多分いろんなとこ動きもあると思うんですけど、うんうん、お父さんだったらその、ね、娘さんを取るだけだったらそんなに動きがね、 あ、うん、ね、あちこちならないと思うんですけど、うんうん、その、まあ、その道の方だったらいろんなその競技っていうかね、うん、そこのポジションに行って取りまくってるから、うん、そういう動きで分かるかもしれないですね、うん、あ動きが違う、確かにそうでしょうね、うんうん、お父さんだったら本当に自分のお子さんだけを見てるから、うん、やっぱりカメラの撮り方っていうのが、うん、やっぱりそこ中心っていうか、うんね、だからそうなるんですけど、うん、やっぱりこういかにもいろいろな被写体を探してるっていうとやっぱり動きが違うのかなっていう、多分そうでしょう ね、 ね、で特にこう幅跳びでねこう飛んだ瞬間とかね、うん、なんかそういうなんていうのかな、うん、そういうシチュエーションが撮りたいっていう方がねうん、いると、うん、あれちょっとあれかな、うん、写真の撮り方おかしいんじゃないのかなっていうふうに思うんでしょうね。でこんな話をしてるときに、山中智文さん、かっこ税理士になってますけれども、あ、スベリ先生、スベリ先生、いらっしゃいませ。こんばんブルマーですよ、もう。いいね。どうしたらいいんですか、これ。だからいつも言うでしょ、匂いが一緒ですから、うん、ね、こういうふうにお付き合いしていただいてね、うん、とってもありがたいですね、はい、もうコンバブルマですよね、うん、もうコンバブルマですよ、ブルマですよ、そう、ね、山中さんにこれやっていいですか、はい、ちょっと待って、ちょっと待って今、しかもだいぶ、ね、だいぶ、溜めてましたね、なんか響いてましたけども、溜めてかなり打ちましたね、すいません、ねえダンサーズ、はい、相続でお困りごと相談は税理士法人ベスタックスということで、はい、スポンサーさんでございますけれども、はい、容赦ないんですね、もしかしたらあれかな、ご自分がご自分のことを相談するってことなのかなみんなずいぶんスポンサーさんに失礼なことばかり言ってるけど大丈夫ですか、追加で、うん、山中さん、はい、いてってなってます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、もしかしたらね、あの感じでいくとね、ボディーブローだろうね、お腹に入ってると思うよあでもすごいですよ、その後大学の学園祭で山中さんですよ、うん、チアリーディング部演技中にカメラ小僧がいたら、はい、とっ捕まえる役割をやっていた柔道部の私なるほど、だから昔はいいですね、そういう言葉遣いが、ね、カメラ小僧ですから、うん、ね、今だとちょっと変質者と思われるから、ね、いいですね、そのカメラ小僧っていうのがねカメラ小僧っていいですね、言い方ね、よくアイドルなんかも ね、そういう追っかけじゃないですけど、うん、ね、カメラ小僧がいたじゃないですか、いましたね、まあ、王子がやっても多分そうやって逃げようかな、カメラ小僧ですっておっさんになってもカメラ小僧でそう、ね、そうおっさんになってもカメラ小僧、いい響きだななんかカメラ小僧っていうと可愛らしいですよね、うんうん、でも可愛いけどやっぱりやってることは一緒なんですよ、そうね、内容一緒だもん ね内容は一緒ですからね、うん、でも山中さんに捕まえられますよ、柔道部ですからね、ああもう動けませんよ、あ大丈夫、スベリー先生の場合結託しますので、スベリー先生お黙り、一緒に結託しますので、お黙り、どういうこと、お黙り、うん、ここら辺だったらまだ大丈夫かなっていうね、お黙り、うん、そして高坊さん容赦しません、22時23分、山中さんイエローカードですって山中さんにイエローカードが1枚来ました、ということは今ここの中でイエローカードもらってるのは私とスベリー先生だけっていうもう何ですか、そういうことですかね、パーソナリティもこう今追加して参加しているリスナーさんももう平等なんですね、高坊さんにとっては審判ですからね、ああそういうことだね、なるほど、はい、すいません、メール大丈夫ですか、はい、メールします、はい、ダンサーさん、みそさん、滑り抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです、ありがとうございます、ありがとうございます、大好物の富士山とスカイツリーが一直線に並び、そこに太陽が沈む串刺しダイヤモンド富士が撮れる場所があると知り、撮りに行きたい衝動が止まらなくなってたのですが、何を調べても撮影ポイントは全く出てこない、そこで太陽の出入りが分かるアプリや地図アプリ、数少ない写真を穴が開くほど見て、おおよそその場所を特定、11月と2月の各1日しか見られない現象で、2月は雪山生活の真っ最中で無理、11月某日ハラハラしながら現地の千葉県の高台にある住宅街に向かうと、昼頃にもかかわらず三脚が30脚以上並んでいるではないですか、
敗戦確定が諦めずに撮影ポイントから離れた場所に1台をインターバル1000枚を自動おおすごいで、そして三脚の行列の左端で2キロ超えの、180から600ミリのレンズを手持ちで撮影に臨みました。おお結果はこれです。フジテレビで大々的に放送いただきました。え、そうなの。次は木の枝の間から見れるという東京タワーとスカイツリーが一直線に並ぶレア写真を撮りたいです。あ素晴らしいですね。あすごい写真届いてますよ、うん、ツイキャスでご覧の皆さんはちょっと見ていただけるかと思いますけど、うん、これがフジテレビで放送されたんですね、うん、すごい、すごいね、すごいですね。これはあのフジテレビに送ったっていうことなのかな。ねえすごいですね。なんか番組で取り上げられたとかってことですかね。ねうん、でねまたこれね、ところで王子は、はい、夜のお店に行くときは無料案内所で下調べをして行くって本当ですか。あの王子はねあの、うん、無料案内所に行ったことありません。もう大体その前に、スマホで調べて、うん、あここのお店にはこんな綺麗なお姉ちゃんがいるんだっていうのをね、はい確認してから行くんですけど、下調べするってこと、うん、大体そういう時はあのそのお姉さんがお休みの時っていうところ王子多いですね、滑ってます。そういうオチなんだね。そうなんだよね、うん、言ってもその時いないっていう。あれあれですよね、滑ってます。あのまあ客寄せ的な感じのね、はいうん、実際にはそんなに勤務していない方が乗ってたりとかするんですかね、うん、かなりね、お顔が違うって場合がございますのでこれは何年前の写真が載っけてるのっていうね、うん、あね、若い頃のお写真なんだけど、うん、結構ね、あの年齢いかれてるんだなっていうそういう場合もございますんで。ね、であのシュプリームさんからインクを無駄遣いさせて申し訳ありませんということで、いや心配はいりません。インクじゃないです大丈夫です。であのフジテレビからは X を見て連絡をもらいましたということで、はい、あ、はい、そういうことですね。ああツイキャスと、はい、いうか X 系 で、ね、いい写真だからこの、はいね、あれなんだね。ということで、CM いきますよ。はい、はいナ製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションなごみは客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。 Dグラッド はネットワークカメラシステム、トップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは Dグラッド で検索。キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーでございます、はい、あれ皆さんですね、このリスナーの方で、こう名古屋について、うん、こうお調べされたことってありますかね。
ぱりね、あのこう名古屋に住んでても知らないこといっぱいありますので、うん、あのまあ、特に遊びに行くとことかその飲食店なんかね、はい、うん、なんかはあのよく調べますよね、こう名古屋市内のお店なんかでもね。あ、なるほど。私一番名古屋のに関するもので調べるのって地下鉄とバスの乗り換えですね、うんうん、その乗り換えこう名古屋市交通局の乗り換えナビっていうか、はい、そういうので、ね、うん、調べるんですよ、うんうん、で結構やっぱりバスの路線ってやっぱりこう名古屋に住んでいてもやっぱり難しいんですよね、うんうん、でも逆に言えば調べることによって、あ、こんな路線でこんな風に行けるんだみたいな感じで、こう思いがけない乗り換え術っていうのがこう、はい、うん、ね、このナビで出てくるので、うんうん、便利です、とっても。そうだよね、その辺が便利ですよね。で本当は地下鉄でこう行かなきゃいけないところだと思っていたらバスでこんな経路あるよみたいな、まあ、時間帯によってすごく、ね、乗り換え時間とかもあるので、うんうん、その度に変わるんですけれども、やっぱりそういう、ね、あのこう市バスなんかは本当にこうよその場所から来たい人なんかも特に分かりづらいので、ね、こういう名古屋市交通局の乗り換えナビで調べて、うん、こうちょっと違っいつもとは違う経路で、うん、こう名古屋を旅するのもいいのかななんて思いますけど、うん、そうですね。だから王子なんかはね、あの、はい、このナビですね、その、うん、まあ、よくあのお客さんのとかなんかと現場とかで、ね、あの調べて、はい、ナビで調べるんですけど、うん、もう昔だとそのね、こうまあ、本の形式ですよね、こう地図の本、はい、うん、なんかだとこう時間が、で読めないもんですから、うん、うん、大体これぐらいの、距離があるんだなっていうぐらいの判断はできますけど、今本当にね、最短ルートを教えてくれて大体時間も出ますので、そうですね、それが便利ですよね。まあ、もちろんね、こう途中で渋滞してまたこう修正は入るんですけれども、うんうんうん、ね、到着時間がなんとなく推測できますよ ね、 そうそう ね、うん、ね、読めるからね、こう、動きやすいなっていうのはありますよね、うん、もうそういう時なんか結構ね何回も通ってても王子道を覚えないもんだから、うんうん、結構その、ね、ナビを使ってるんですね、うん、でも覚えてくださいよそれね、なんか覚えないんだよね。逆にこう調べすぎて依存して覚えれないのかな。でもそれもありますよね、うんうん、またこう、ね、ナビ見て調べればいいなっていうのがありますので、名古屋市内なんかで中から通っててもね、半分ぐらい覚えてるんですけど、うん、あ、この曲がり角だったのかな、どうだったのかなっていうのをね、うん、まあ、確認するつもりでもまたナビは開きますんで、うんうん、でもそういう時は本当に便利だなというふうに思いますね、うん、なるほどね、うん、ダンサーズはなんか名古屋で関する調べ物ってしてますか？そうですね、うん、まあ調べるというと、まあ、例えば、ね、はい、ちょっとしたお店ですね、やっぱり調べるの、うん、お店でこういったもの扱ってるかなっていうのでネットで調べたりとかはしたことありますね、うん、で、あ、在庫ありそうとかっていうのがもし分かった場合はそこ行っちゃうとか、うん、すぐ欲しい時ってあるんですよね、うん、要はネット系の通販では間に合わないようなもの、うん、そういう時にネットで在庫が分かるものは買いに行っちゃうっていうのはあります、うん、あ、なるほどね、うん、うん、もうそうだよね、まあ、最近のこう調べたヒットはやっぱり私は味噌煮込みうどん屋さんですね。お、うん、そうなんですよ、うん、いつも行く、ね、味噌煮込みうどん屋さんは、まあ、地元にあるんですけれども、ちょっと違う場所ででもやっぱり味噌煮込みうどん食べたいって思った時になんかこう地図で調べて行ってみて、あ、なんかこう思わぬ自分がこう探したら絶対わからないようなところに味噌煮込みうどん屋さんがあって、でそれが美味しかったりすると本当にね、うん、嬉しくなりますし、なんかちょっと最近の名古屋関係の調べ物の大ヒットはそれかなって思ってるんですけど、はい、うん、なるほど、うん、今バーモトさんが、ね、名古屋で調べたものといえば朝から入れるサウナとか美味しいモーニングや出羽先のお店とかですかね、うんうん、最近調べたのは地下鉄バス1日乗車券、うん、土日エコ切符です。ほんとね、この土日エコ切符なんですけど、うんうん、はい、他の地域に比べたらお安いみたいですね。あ、そうなんですか、ね、今800、うん、いや、エコ土日あ、違う、うん、そう、土日エコ切符は620円ですね、うんうん、そうなんですよ。
そうなんですよね、平日より安いんですよね。安いんですよ ね、 ね、一般的な他の地域に比べても安いみたいですね、うん、でしかもですね、あれですよ、割とこう観光地というか入場料も割り引かれるので、うん、名古屋城も切符見せれば少し安くなったり、そうなんですよ、うんね、そういうのもお得ですよね、うん、そうですね、はい、ということで、うん、名古屋は栄養コーナー調べるでお届けしました。はい、それでですね、はい、うん、土日エコ切符なんですけれども、はい、そうですね、土日なので、うん、土曜日日曜日祝日もなんですけれどもね、うん、はい、まあ、要は車を使わずに公共交通機関でっていう意味で、うん、エコっていう意味で多分名付けられたと思います、うん、土日エコ切符です、うん、ペーターさんが なんだろうと思って土日切符っていう、うんうんうん、はい、そうですね。で、スプリームさん、共食い感がすごいって、あ、私が味噌煮込みうどんの話をしたからかな。ああ、そういう意味ね。で、ヤスさんが名古屋の美味しいものをよく調べましたということで、そうですね、調べちゃいますよね、うん、はい、王子が最近調べたことは内緒です。はい、じゃあメールでお願いします。はい、メールご紹介します、はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。昔と違い、今はテレビを見ていて番組中に出てきたお店や商品を手元のスマートフォンですぐに調べることができたり、外出先でも必要な情報などを SNS で検索すると欲しい情報が出てくるので本当に便利だなと思います。皆さんも SNS で調べたりしますか？はい、しますね。しますね、うんうんうん、いっぱい調べますよ。うん、何を調べたかは内緒です。内緒。はい、はい、ヤンポーさんからです。こんばんは。して調べることは岡村孝子さんの曲名だけです。曲名だけなの？フランス語の曲名が多く、アディーやミストラル、リベルテ、オード、シェルなどなど、ほとんどの曲名がフランス語です。ただし歌詞の中にはタイトルが出てくることはほとんどありません。ってことはどういうことなんだろう？フランス語のタイトルってこと？タイトルがフランス語だけど、うん、歌詞の中には出てこない、うん、お、まあ、岡村さんのこだわりで、ね、うん、そういうタイトルをつけてらっしゃるんですよね、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、続いてですね、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、はい、ありがとうございます。ナンサンさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋。名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ツイキャスのコメントなどを見ると、知らない漢字や英文を見たら即 Google でコピペすることがあります。そしたら読み方も出てくるので調べやすくて助かっています。特に知らない番号、番号もコピペして検索すると銀行や電話会社の番号だったり出てきますが、この前は FM 技能湾から電話が来たことも、うん、おー、そういうことね、うん、わ、そういうことね、誰かわからないからっていうことで検索する、調べるってことですね、うん、振り込め詐欺かもしれないからね、うん、そうそうそう、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。旧名古屋の皆様、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。お久しぶりっ子、はい、ご無沙汰しております。なんでぶりっ子はいらない、あ、いらない、はい、調べるといえば、推し活で名古屋や東京方面に遠征する際に某ナビタイムで電車やバスのルートを毎回調べて活用しています。先日、推しの女優さんが主演する舞台を見に長久手島で行ってきましたが、おお、近いじゃないですかね、うん、名古屋の隣の町ですよ、はい、名古屋駅まで夜行バス、そこから地下鉄とリニモと乗り換えルートを事前に調べたおかげでスムーズに目的地まで行くことができました。最近では首都圏に住む友達に、あんたの方が首都圏の鉄道に詳しいねとよく言われます、ということで、うん、ね、すごいですね、徳島ですけれども、うん、東京のことよく分かっちゃう、
ね、私は東京行った時に本当に調べまくってましたよ、はい、乗り換えに関しては、うん、全く分からなかったので調べてました、ね、うん、でもね調べたおかげでスムーズに、うん、行けましたし、はい、山中さんの事務所にもスムーズに行けました、うんうんうん、その山中さんがお久しぶりーふですからね。じゃあお久しぶりっ子、お久しぶりーふって聞いてますよ。いや、まあ、とりあえずはぶりっ子にしましたけども、ちょっといいですか、はい、地獄を見るわよでもね、いいね、私のね、ブリックに対峙するようなね、ブリーフいただきましたんで、はい、とってもありがたいですね、はい、ありがとうございます。ヤスさんが、あーって言って、あ、なんであーなの、はい、でペーターさんがね、あのツイキャスでこう後ろに映っている QR は振り込め最速って、あ、これですか？うん、あ、これ調べました、うん、これは、あの、皆さん調べて、あの、いつでもサポーターになれますよ。そう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 、振り込め最速、うん、そのまま、あの、ね、うん、スマホをこうかざしていただければ、そうそう、 あなたもサポーターになれます。そういうことだね、あなたも漏れなくサポーターになれますっていうね。そうだね、うん、で、うん、あ、いいですか、あ、はい、どうぞどうぞ。この高坊さんがね、はい、名古屋城のシャチホコは誰のためにあったかって、うん、来てるんですけど、うん、王子知らないですね、うん、名古屋城の金のシャチホコだよね、うん、誰のためにあったか、まあ王子のためではないだろうな、多分な、お黙り、うん、これはあの分からないから教えてくださいはい、じゃあメールいきますね、はい、銭形警部さんからです。ありがとうございます。調べるといえば昼夜仕事をしていることが多い私は、4年前の3月に新車で購入した軽トラックは普通の人より走行距離が多く、本日の時点で1,10,100,1,000,10,000,10,000,17万キロ余り走行しています。不評、すごいですね。私が常に軽トラックで調べていることは、タイヤがパンクしていないか、山がちゃんとあるか、オイルもちゃんと入っているかなど定期的に調べています。ローンが終わるまであと6年ですが、6年、何年ローンなんですかこれ。相棒が言うべき、あ、相棒と言うべきこの軽トラックはローンが終わっても長く維持していきたいです、うんうんうん、っていうことでございますが、すごいですね、17万キロであと6年ローンがある、うんうん、え、ちょっと待って、何年乗ってたんですか。いや、何年ローンかわからないです。いや、新車から4年、4年前の3月だから、あ、分かりました、10年ローンですね、4年ですよね、はい、17万ですよね、すごいな。え、ちょっと待ってすごい、あと6年乗れますこれ。え、乗れます、もうだって、うん、もうすでに仮走行、だってあと4年乗ったら単純に考えて、うん、34万キロですよいやいや、34万キロは乗れなくないですか、大丈夫ですかね。すごいな。あ、まあでも一応ね、まあまあ、こう、はい、お手入れをしているので、メンテナンスしてるね、まあ、部品をちょこちょこ変えればいけるのかな、うん、まあ、ね、はい、うん、ね、ローンが終わるまでは、ね、うん、元気に走ってほしいものですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、はい、ありがとうございま す、ダンサーさん、味噌煮込みすきさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。最近はデジカメで写真を撮ることが少なくなってしまいました。ガラケー時代はカメラの画素数がそれほどでもなかったのでカメラを併用していましたが、スマートフォンになってからはカメラの性能も向上してデジカメを持ち歩くこともなくなり、ほとんどがスマートフォンでの撮影となっていますが、ついついたくさん撮影してしまうためクラウドの無料分の容量では足りなくなってしまい管理が難しいですね。皆さんはスマートフォンの写真上手に管理できていますか、ということでございます。管理できてません。もう膨大に膨大な量になっているので、ちょっと最近まずいなと思ってます、うん、なかなかあれだね、整理できづらいです ね、 ね、うん、ね、そしてですね、先ほどの答えが、うん、あ、カープボーイさんが金のシャチホコっていうぐらいだから信長じゃないのって言ってる、はいはい、高坊さんが答えを、織田信長の威厳を示すためにということでした。あ、そういうことね。あ、やっぱりそこなんですか、うん、やっぱり信長なんだね。やっぱり信長なんですか、うんうんうん、そうでございますか。王子も知らなかったですね。なんか、金の茶釜もありましたよね。金の茶釜ってあれ、秀吉とかじゃないの。え、そうなの。あれもあれ、あ、でも信長、実は信長さんってお酒そんなに飲まないんですよね。あ、そうなの。
意外とお茶、うん、茶の湯が好きというか、はいはいはい、お茶をたしなむ方なんですよ、うん、ああそういうこと、ね、であの知ってるかのように言ったけど、うん、一応そういう話になってます。ああそうなんですか、うん、よくね、キオスかなんかのお酒で信長がお酒をって言ってるんですけど、実はそんなに強くないというか、むしろお茶が好きっていうのを聞いたことがありますけれど、ねえ、そうそう、どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、お酒のね、まあ今現在こうね出てますもんね、信長っていうね、あのカウボーイさんがね、あのダンディ坂野は相変わらず強いのかなっていうのは、そのさっきのこのブリーフの話ですね、うん、あの人のギャグの中にありますよね。あ、そう、お久しぶりーふね、お久しぶりーふありますよね。ありましたね、で、なるほど、ペーターさんがね、やっぱり金というと秀吉さんで、カンボーイさんは茶釜は千利休と秀吉のイメージが強いけどねっていう、あ、なるほど、そうですね、確かにそうですね、ちょっとなんか歴史的なところでいろいろ出てきてましたよね。そうそう、あの辺りのね、秀吉さんと千利休の辺りの話はで、ね、秀吉さんが茶器を特に求めていたようですね、ということで、今日あれじゃいいよね、このツイキャスのコメントが知的になってるでしょ。知的になってる ね、うん、だからいつも王子が言ってるあの、コンセプトと一緒ですよ。何ですか、ね、クラシカルでアカデミックな番組ですからね、おだまり、そうなんで、でもクラシックアカデミックなって言ってるんですけど、実はパーソナリティよりもリスナーさんがアカデミックなんですよね。まあそうだね、いろいろ教えてもらってるっていうね。そうなんだよね。ね、ね、だからこう、まあ、でこの3人がいてこう、優雅な気持ちで、放送しているというふうに、ね、思っていただければね。で、で、うん、アカデミックなことを教えていただいてるっていうリスナーさんにね。そうそう、うん、そうだからわからないこといっぱいだもん、文字特に、うん、そうですね、分からないアカデミックって言ってるんですか。そうそうそう、だからその気持ちだよね、そういう気持ちでお伝えしてますので、それはったりじゃないですか。はったり久しぶりに聞きましたけど、聞きましたね、はったりってね、はったりとかパチモンとかね、そんな部類ですよね。おだまりびっくりしちゃいますよ、なんかカーポイさんが山本慎也さんの栄の取材、ツナイト2じゃないのって言ってるけど、これ何の話題の時の話でしたっけ。まあ、多分これは王子の話でしょうね。いろいろこうね、いろんなお店に行っていろんなお姉さんとお話をしてるっていうね。まあ、王子の場合は、まあ、昔はねそうやってね、突撃取材をしないと、店の雰囲気とか分からなかったんですけど、今はこう SNS でね、お店の中の感じも写真なんかがあって、あ、そうかそうか、その話でそう言ってるんですね、分かりやすくなってますんで、多分そういうところじゃないかなと思いますけど、ね、いやなんかこう境の取材のトナイト2っていうのもちょっと久しぶりにね、このニュアンスね、トナイトはいい響きですね、ね、ああいうところの取材をね、自ら山本慎也さん監督がやってましたよね、そうそう、でだからといってそれは別にエロティックなことをね、放送されてたわけじゃないもんですから、本当に純粋にお店の紹介でしたよね、純粋に、そうですね、ここは風俗っていうね、ここはそういうお店ですっていうのをね、案内してくれましたね、ですよね、それは本当に ね、 いいですね、本当になんかグルメ番組のように普通に紹介してましたよね、そう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 、お店の紹介っていう意味ですよ、で高坊さんが王子、あ、その前になんかみんながええんってみんながちょっと動揺してるけど、これはどういうこと。これは多分王子 の、 その今のアカデミックな話じゃないでしょうかね。ああ、アカデミックに対してのみんなの反応がこんな感じ、もしね、このアカデミックがわからない場合は、ね、スマホで調べてください。地獄を見るわよ。みんなわかってるからえって言ってるでしょ。わかってるの。そうそう、だからえって王子からそんなこと言ってるからみんながえってなって、これはいつも言ってるからみんな知ってるでしょ。だから高坊さんが王子無理しないでいいんですよって。あ、そうですか、ほら分かりました。でマスクマンさんの場合はアカデミックでいうエロティックじゃないって感じ。あ、それいい表現ですね、ナイスです、はい、はい、というところでエンディングでございます、はい、エンディングです。来週のテーマは鏡ミラー。来週のテーマは鏡ミラーです。手鏡をいつも持っている、車のルームミラーのズレが気になるなど、鏡ミラーのテーマでお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、
相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。あれいいの閉店ガラガラして、いやいや、まだまだちょっと時間あるでしょ、うん、だから今日はね、いっぱいねツイキャスのコメントがあって、はい、読み切れてないよね。読み切れてないですけども、うん、ちゃんとゆっくり後で読み返します、うん、そして反省会もありますよ、うん、今日は王子の励ましの言葉が多くてね、とても良かったですね、うん、特にね、うん、愛通ずる方がね、うん、なんていうのコメントくださいましたんで、はい、うん、じゃあありがとうございます。閉店ガラガラいきますよ、はい、はい、閉店ガラガラ。え、はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日みんなあれだったね、分かったんだね、ね、クラシカルでね、アカデミックっていうね、うん、もうすぐに調べたのかしらね。いやいやいや、みんな分かるでしょ、普通に分かるの。で、高間さん、王子の好きな沖縄の土地はどこでしょうって、なんだろう、土地、土地、土地、誰かくれるかな。あげません。はい、ということで、はい、また来週です。来週鏡です、はい、ありがとうございました。山中さんもありがとうございました。